数日前に、ええー、まあ、ビーズの曲名を、えー、まあ、こういういらない紙とかにね、えー、こういう風に、まあ、ビーズの曲なんですけども、リストアップして、あの、曲名、曲数が多いと、これで、ええー、アクセスできるようにした内容とか、こう、印つけなかったら、 あの、何が何か分からなくなるんで、重複したりとかして、で、こういうふうに、えー、これをもう一枚ぐらいあったんですけども、それがね、えー、盗まれていて、ここも一回探したんですよ。で、警察に通報したら、こういうふうな場所から出てくるって、こういうふうな形を、えー、使用してる警察署の人たちがね、あの、事後経過報告とか、あの、誰が持って行ってたかとか、なぜそうしたかとか、えー、原因とかを自分たちで言おうとしない。 で、これは警察署の人たちに、その辺のところ、是正してほしいって言ってるのであって、その、法的に言うと、本当は、あのー、事後経過報告絶対必要なんですよ。絶対物は盗まれていたんで、盗まれてなかったことにして、ここに戻してるみたいな形にしてるのであってね。で、その方法がね、やっぱりあのー、相当、あの、鬱陶しいですね。それやられると。 で、有馬警察署の生活安全課に付けてきた人間、平田っていうものなんですけども、その男は、昔、淡井啓介を2008年殴った犯人と同一人物。昔からストーカー行為何回もしてきてるから、会社にまで。その時はその男は髪の毛を染めていて、もう少し髪の毛がかなり長も,もっと長くて、 ええー、オートバックスのところで最初立ちション弁していてで俺らの言うことを聞かんからだなとか何かまあそんなことを言っていてでまあコンテナのところに 別の男3名隠れていて、その前の段取りとして、えー、神戸市とホテルフルーツアラパークのバーベキューコーナーで勤務時にそのうちの1名が声をかけてきています。で、そのものは多分港川中学校の、えー、同級生の北条というものですねで。もっと辿っていくと、その男たち、4名中全員もしくは複数の人間が、 神戸市兵庫区のの人間の可能性ありますね東山小学校にも来て,来てましたから、小学生の頃に。えー、現在名称、夢の小学校。で、何かそういう風な行政絡みの人間が悪いことをした形跡を、痕跡を残さないようにするために、学校の名称が変わってるような気がしますね。それは本当にしっかりと調べた方がいいですね。学校の名称なんか普通変えないですよ。後でややこしくなる。